第106回全国高校野球選手権神奈川大会準々決勝横浜級の二等高学園2024年7月20日34ほどがや第106回全国高校野球選手権8月7日開幕甲子園の出場校を決める地方大会は20日39大会で191試合継続試合を含むが行われ 神奈川大会の準々決勝では横浜が東光学園を9対2で下し準決勝に駒を進めた。6回1・4・1・3塁で二塁手と一塁走者が交錯して併殺を取れずに失点した場面で、村田弘明監督、38、は8度も審判団に年齢を出して守備妨害をアピール。認められなかったが、直後の攻撃で一挙6点を奪い試合を決めた。 まず守備妨害を認めなかった判定は正しかったのか。NPB 審判員を務めた経験もある記者は、正しい、と断言できる。タッチを試みる守備者、走者の衝突の際は双方に妨害は適用されない。そして衝突の際に故意的な要素もなく、ナッシング。の判定は妥当、正しい判定、競技、説明、放送と適切な対応だった。では、 異例だった横浜、村田監督の8度の伝令による確認は不適切か。そうは思わない、一塁走者は衝突を和らげようとしたのか、両手を前に出して二塁手と衝突。見る角度によっては、恋の妨害に見える。事実、村田監督は審判をリスペクトしています。とした上で、こうぶつかったので、とてを前にする動作で説明を求めた理由を語った。 判定を納得してもらうために粘り強く説明するのも審判団の仕事の一つたとえ横浜が逆転負けを喫しても昨年のような悔いは残らなかったはずだ柳井良平横浜の昨夏の神奈川大会決勝3大会連続の甲子園出場を狙ったが慶応に逆転負け2点リードの9回無視1塁の守備で4・6の3の閉殺崩れで1四塁と思われたが 二類判定はセーフ。遊撃手の緒方蓮首相が食類できず空過ごしたという判定で虫一二塁となりその後慶応の渡辺戦の寮に逆転スリーランを被弾緒方首相エース左腕杉山春樹らの涙は止まらなかった